武田塾公式アプリ Zoom 武田の Android 版がリリースされました。アプリで勉強方法がわかります。詳細は概要欄から。武田塾チャンネル。皆様、新年明けましておめでとうございます。2021年もね、はい、武田塾チャンネル、まあ、中森先生を筆頭に僕ら頑張っていくんで、どしどしね、動画の方を見てもらえたらなと思います、はい、というわけで今回のテーマは、うん、まあ、お正月にぴったりのテーマですね、はい、お正月の過ごし方について話そうと、まあ、やっぱりお正月といえばね、やっぱお年玉もらって餅食べておせち食べて、はい、正月の特番見て、はい、寝て初夢を見る、もうこれが一番です高1、高2じゃないんで。え、あ、違います？受験生に向けたアドバイスをしましょう、今日は。あ、なるほどね。はい、あ、もう貴重ですから。これからね。この5秒、10秒が大事ですから、ね、うん、確かに単語、英単語2、3個覚えられますね。ボケに使わないでください。あ、すいません、失礼しました。はい。受験生が望ましいお正月の過ごし方ですね。うんうん、はい。はい。まあ、ちょっともうね、夜になっちゃってますけども、うん、1年の計は元旦にありという言葉がありますね。うん。2021年をね、象徴する日がお正月だと思います。はい。お正月、もうね、寸暇を惜しいんでね、うん、勉強に打ち込んでほしいなと思います。坂戸先生は何やったんですか？はい、僕はもう初日の出とともに勉強してました。初日の出とともに勉強してた、はい、じゃあ朝5時6時ぐらい起きてたんですか？はい、起きて初日の出を見て、今年いい1年にするぞと思って、京大絶対受かるぞと思って、はい、お正月こそ本気で勉強してましたね。大晦日ぶっちゃけ、うん、はい、紅白見ちゃった子、ガキつか見ちゃった子とかいると思うんですよ、はい、いや、いますよ、もう。いや、何やってんだって話なんですよ。いや、もう今ね、画面の中にドキッてしますからね、今ね。いや、はい、もうそれほんまに受験生として絶対やっちゃダメなことやと思うんで、うん、もうお正月で取り返してください、うん、お正月はもうね、面白い番組とかいっぱいやってるんですけど、絶対見ずにね、はい、勉強に打ち込んでほしいなと思います、うん、なのでやっぱり僕もそのやっぱりテレビがある部屋とか家族がいる部屋に行っちゃうと、はい、もうどうしても気持ちが緩んじゃうので、うん、もう家族に会わないように自分の部屋にいるか、もう正月から空いてるカフェとか行ってましたね。そうですね、はい、絶対そっちの方がいいですね、うん、はい、であと具体的にやることとしては、もう共通テストが近いので、はい、僕は共通テストのパックをやってましたね、予想問題パック。なるほど、はい、でそれを、うん、当時の受験仲間と一緒に、うん、何時から何時で何の科目解く、この時は何の科目解くっていうのに一緒に時間割り組んで同時にやって、ライバルと点数競うみたいなことをやってました、うん、やっぱそのパックだと例えばもう80分とか60分の時間決まってるので、はい、お正月の勉強ってダラダラしがちですもんね。そうですね、はい、だからそれで時間決めると、うん、いいんですよね、きっと。本番シミュレーションで、はい、いいんじゃないかなと思います。なるほど、賢いですね、お正月誘惑も多いです、うん、ただその誘惑に打ち勝って、もう残り短い受験、頑張って過ごしてほしいなと思います。はい、お正月も皆さん頑張ってもらえたらと思います、うん、2021年も武田塾チャンネルよろしくお願いします。お願いします。先日私高田が武田塾札幌校へ行ってきました。札幌校の渡辺先生、とても素敵な先生でしたし、教室の雰囲気もとても良かったです。札幌校の紹介動画上がってますので、ぜひ皆さんご覧ください。